じゃじゃーん。なんと、こちらの白いスバル車に乗り換えております。あの金のかかる車を捨てて乗り換えました。ちょっとね、VAB をね、売ってません。捨ててません。今ね、預けてます。山郷さんのところに、お店に。はい。まあ、ちょっといろいろ仕様変更というかね、いろいろパーツ変えてもらってるんで、ちょっとそれで今預けてて、台車のプレイを RS 君に乗ってるっていう感じです。はい。これスーパーチャージャーなんで、ってね、多分ちょっと乗った感じすっごい速くて、なんかハイオクらしいんだけど、すごい速いし、足車には最高です。はい、という感じで、ちょっとまあ今預けていろいろやってもらってるんですけど、来シーズンに向けてのまあ仕様変更というか、まあ車をどうやって変えていくか、何を変えるかっていうお話です。はい、ちょっと、正直ネタがありません、もう YouTube の。はい。ということで、ちょっと来シーズンに向けての話をもうしようかなと思います。まず、LSD、フロント、今、リアの LSD しか入ってないんで、リアデフ。フロントも入れます。クスコの RS、ワンウェイ。で、まあ、カム角35度と45度って選べると思うんですけど、だと別で多分55度っていうのも選べると思うんですけど、まあとりあえず45度でいいのかなーっていうのがあります。で、まあイニシャルもとりあえずそのまま吊るしでね。今低イニシャルとかも流行ってるみたいなんですけど、まあとりあえず、まあフロントのデフもう一回開けて仕様変更っていうのもだるいんですけど、まあとりあえずそのままつけてみようという感じで思ってます。はい。それでまあね、WRX4 駆の特有のやっぱプッシュアンダーとかね、すごい我慢してアクセルを踏んでますんで、まあちょっとその我慢が改善するかって言われるとどうかわかんないんですけど、まあ回答性ですよね、が上がったり、まあ踏んだ後、だいぶ曲がってくんじゃないかなとは思ってます。ぶっちゃけフロント LSD 入った車は一回乗ってるね。愛車紹介で D ランゲージの元デモカーって言ってた車ですね。あれはね、すごい曲がったね。高速道路乗ってられないぐらいに、もうふらつくぐらいに機敏だったんで、あのぐらいにちょっとやりたいなっていうのは合います。はい。で、あとはまあアライメントをもうちょっとね、トーアウトに攻めようかなっていうところは思っていて、はい。で、あと、車高ですね。まぁ、ちょっとバネレート、まぁ、プッシュアンダー出るっていうのもそうですけど、あと、立ち上がりのピッチング、あれ多分伸びストローク、伸びが足りないと思われてる、と思うんで、もうちょっと伸び側、ヘルパーが今、もしかしたらちょっと縮み気味で使って、ってんのかな、ちょっとそこわかんないんで、もうちょっと伸びるように、潰しちゃってるかもしれないんで、ちょっと覚えてないんで、伸びるようにするのと、リアのバネレートアップをちょっと、今16キロなんですけど、18とか20ぐらいにしようかなという感じです。結局やっぱ沈みすぎちゃってるのもあるし、で、ロールしちゃって浮いちゃってるっていうのもあるし、で、リアが沈み込みすぎると、フロントアップして、プッシュアンダーになるっていうのもあるんで、リアのバネレートアップがちょっと必須じゃないかなと思ってます。で、フロント16キロなんですけど、フロントはちょっとね、そのままでもいいんじゃないかなという感じで思ってます。なんでかっていうと、実は軽量化します。車をさらに。まず、カーボンドア。
カーボン FRP ドアっていうのかな、複合の、ダムドの S 帯でも使ってるドアですね。に、ちょっといいと変えようかなと思ってます。それが助手席とリアドア3枚になるんで、だいぶ軽くなるんじゃないかなと。で、窓もアクリルを使って、つけようと思ってるんで、だいぶ軽くなるんじゃないかなと思ってます。正直重量、ホームページに書いてあるのはマイナス21キロって書いてあるんですけど、多分それ、窓、純正の窓をそのままガラスの使ってるんじゃないかなと思うんで、もうちょっと軽くなるんじゃないかなという予想です。で、あと、ボンネット、カーボンボンネットと、リアのディフューザーをカーボンのやつ、コンドエンジニアリングさんのね、出ましたよね。で、まあ、出ましたっていうか出てるんで、ちょっと前から。それをね、注文して付けようと思ってます。で、後ろのリアディフューザーに関しては、なんか変な重いやつ、海外の、ついてるんで、まあ見た目だけでね、見る人はいいと思うんですけど、ちょっとまあ重さとか、機能面に関してはちょっと走るっていう上で、ちょっと必須にはなってくるんで、まあそこ考えて、ちょっとコンドエンジニアリングさんの付けようと思ってます。で、あと、カーボンボンネットも、重量、純正比、多分半分ぐらいなんのかな？マイナス4キロとかかな？ぐらいになると思うんで、まあそこ軽量化、まあフロントセクションの軽量化っていうのはだいぶ効くと思うんで、軽量化と、あとはやっぱ温度ですね。だいぶまあ負圧でエンジンルーム内の熱気抜けるんじゃないかなと思ってます。まあそれでちょっとまあ効果は期待しています。で、あと軽量化って言ったら、バッテリーですね。バッテリー普通の使ってるんですよ、僕今。で、まあ、普段あんま乗らないんで、ちょっとリチウムバッテリーにしたいとは思ってるんですけど、メガライフにするか、スーパービーってところも出してるんで、ちょっとどっちかにしようかなと思ってて、まあ、バッテリーだけでも多分マイナス10キロぐらいは行くと思うんですよ、それで。はい。で、それで考えると、もう多分すでにマイナス50キロとか、それ以上ぐらい行っちゃうんじゃないかなと思うんで、正直多分車重1300キロ台か、狙えてくる車重になると思いますんで、はい。そうなってくると、だいぶ有利かなと思います。で、あと、ナビとかももう取っちゃおうと思ってるんで、まあだいぶ、本当に、まあ、今でも、まあ今の正直どんからにしても、正直そこまで軽い VAB ではないんで、まあ来シーズンはもう本当に軽い VAB になるなという感じです。で、軽くなるにつれて、多分ブレーキの負担がやっぱ減るんですよ。そうなってくると、ブレーキ冷却ダクトを、フロントのベゼルのところから穴開けて、今使ってるんですけど、正直いらないかなと。で、やっぱ空力面を考えると、やっぱフロントから、やっぱりそのエアーが入り込むって多分抵抗なんじゃないかなと思ってます。で、ちょっともうあそこは D 型純正のやつ、フォグカバーね、ベゼルをちょっと戻そうかなと。空気入れてもしょうがないなと。感じで思ってます。で、もしちょっとブレーキのでも冷却をもし考えるんだったら、フロントのボディの仮面から、ちょっと取ろうかなとは思ってます。そのまま、ダクトを。はい。で、あと来シーズンは 050GS。一応ね、295行っちゃってもいいかなとは思ったんですけど、フェンダーがちょっときついっていうのと、あとやっぱり、コストも高いですし、まあ、265でいいのかな、そこは、と思ってます。はい。で、やっぱグリップもだいぶ多分ね、上がるし、モバラで 050GS、ちょっと GDB 乗らせてもらったんですけど、異次元のね、グリップ力で、正直びっくりしました。こんなに違うんだっていう。まあ、71RS やら052って、まあ、ラジアルクラス最強って言われて、だいぶグリップするタイヤではあるんですけど、もうね、ブレーキがとにかく止まる。で、斜め、ターンイン、切り込んでいくときも、
だいぶノーズ入ってくんで、あの感覚はちょっとね、忘れられないですね。あの、車が GDB だったっていうのもあると思うんですけど、ほんと正直びっくりしました、あのグリップ力には。なんで、そんな感じでね、だいぶ進化するんですよ、来シーズンに向けて。僕の VAB はまだまだ。で、正直、目標タイムとかっていうのも、まあ、今シーズン出したタイムよりマイナス1秒、まあ、多分運転の見直しでもっとマイナス 1.5 秒、2秒ぐらい縮んじゃうサーキットもあると思うんで、正直、多分もうマジで、早い VAB になります。まあ、やることやってるんで、早くて当たり前なんですけど、来年こそは、もう真の最速の VAB と名乗らせてもらおうかと思ってるんで、ちょっとね、負けられないですね。はい。もう何でもありの世界になってきちゃってるんで、本当に、タイム出したもん勝ちなんで、ちょっとマジの最強の VAB をね、えい、あのもう、VAB の中では敵なしを作りたいと思います。で、インプも倒して、ライバルのエボを倒しに行きましょう。はい。という感じでね、ちょっと来シーズンに向けての、仕様変更ですね、のお話です。またちょっとね、おいおい、まあ、パーツつけていく動画、またね、いつも通り出しますんで、そこでもっとさらに詳しいお話ができればいいかなと思ってます。という感じでね、はい。一応こんな感じでちょっと来シーズンに向けてのお話でした。はい。という感じでね、今回の動画は以上になります。はーい。